こんにちは。オールドジャパニーズメモリーズナビゲーターのカオルです。今回は懐かしさと新しさが交差する街、日暮里、西日暮里の変遷をお届けします。レトロな雰囲気でどこか懐かしい魅力的な街並みが広がり、多くの文豪、文化人ともゆかりの深い街でもあります。日暮里を代表する名家の羽二重団子は、夏目漱石の我が輩は猫であるや、正岡子規の道灌山などに取り上げられました。日暮里駅はその東西で見事にカラーが異なり、西側は下町情緒あふれる地域で、谷中銀座商店街のような有名な商店街の姿も。一方で東側は大きな繊維問屋街があり、日本で初めてジーンズを販売した企業エドウィンの本拠地もあるなど、新しく区画整理された地域でもあります。そして西日暮里駅の目の前には、東大合格率トップの名門開成高校がその異様を誇っています。そんな様々な顔を持つ日暮里、その歴史を紐解いていきたいと思います。日暮里は東京都荒川区の南西部にある地区で、北に田端、南に鶯谷、東は三河島、箕輪に囲まれたエリアです。道灌山がある東側の台地を日暮里外線が鮮やかに切り取っています。その外線に沿って鉄道路線が走ります。鉄道を含む西側は低地になっており、オフィス街や住宅街、小さな工場などが混在しています。日暮里の地名の由来は、新しく開拓された土地を意味する新堀村だという説があります。新堀村は今の日暮里駅前から西日暮里にかけて存在しました。縄文時代には低地部分は海だった日暮里ですが、時間が経過するにつれて土地が露出し、江戸時代には庶民の行楽地として人気を集めるようになります。中でも春の桜や秋の紅葉は美しさが際立っており、日が暮れるのも忘れてしまうほど。そんなところから日暮らしの里と呼ばれ、新堀に日暮里の文字を当てるようになったそうです。江戸時代の日暮里には室町時代以降、秋田藩佐竹氏の下屋敷がありましたが、明治末期になると武家の衰退に伴い、近隣の武家屋敷は撤去され、野原と化します。大正時代に入ると住宅地の開発が進み、大正12年の関東大震災後には土地区画整理が進められ、人口が急増します。当時の日暮里は粋な雰囲気のある住宅地として憧れの場所でした。さらに浅草周辺に本来集まっていた古着商などが、周辺の市街地化の影響を受けて日暮里周辺に移ってきます。これが布や繊維の町として発展する礎となりました。日暮里中央通りの約1キロに広がる日暮里繊維街の始まりです。この通り沿いには数多くの生地や反物などの生地繊維店が軒を連ねています。大正時代から急速に発展していった日暮里ですが、一方で貧民街も残っていました。写真は昭和5年頃の荒川区日暮里のバタ長屋です。バタ屋とは、カゴを背負うかリヤカーを引いてボロ切れや紙くずなどを集める仕事、この回収に従事する人たちが住んでいたのがバタ長屋でした。1907年明治40年にくず物輸出工場が日暮里に建設されたことから、紙くず業を中心とした廃品回収業が集中する場所となったそうです。明治後期から大正期にかけて収入が少ない長屋の人々は大抵残飯を食べていたといいます。この残飯も病院や芝居小屋、あるいは日本軍が捨てた残飯を回収し、格安で販売していたのです。関東大震災で多くの貧民街が消滅してしまいましたが、震災後も一部で再興し、ひっそりと暮らしている人がいたと言われています。第二次世界大戦後の昭和23年頃から、日暮里駅周辺に甘いものを販売する露店が集まり始めました。多くの鉄道が停車する日暮里には、戦後、さらに人々や物資が集まってきました。写真は昭和29年頃の菓子玩具問屋街の様子です。菓子玩具問屋組合と書かれた大きな看板がかかっており、多くの買い物客で賑わっています。最盛期には100軒以上の店が集まっていました。砂糖などの甘い食べ物が貴重だった当時、多くの人が飴のような甘いものを求めて集まってきたといいます。この時期にできたお店が元になり、上野のアメ横や錦糸町と並んで駄菓子の問屋街となって大きくなっていきました。町周辺だけでなく、地方から買い付けに来る人々もいたそうです。そんな日暮里の駄菓子問屋街ですが、高度成長期以降、駄菓子屋自体の数も少なくなり、問屋を仲介しない流通が一般化していく中で、次第に寂れていきました。そして2004年、平成16年には日暮里駅前の再開発のため、問屋街は取り壊されることになりました。取り壊し直前は8軒がひっそりと残っていたものの、現在は最後の1軒、大谷商店が日暮里駅前のタワマン、ステーションガーデンタワー2階に入っています。こちら葛飾区亀有公園前派出所、単行本第64巻収録の番外編、下町散歩シリーズでは、この消えた駄菓子屋商店街が出てきます。日暮里の駄菓子問屋街が消滅した一方で、その反対側、西口を出て夕焼け段々の階段を降りたところにある谷中銀座商店街は、今でも活況を呈しています。昭和20年頃から自然発生的に形成されていった谷中銀座商店街ですが、1969年、昭和44年に地下鉄千代田線が開通すると人の流れに変化が生じ、商店街からお客が減少してしまいます。しかし、昭和45年に始まった国鉄のキャンペーン、ディスカバージャパンにより、江戸と下町、両方の魅力を持つ谷中が注目を集めました。さらにこれに拍車をかけたのが、1974年、昭和49年の TBS 水曜ドラマ、寺内貫太郎一家。向田邦子原作、小林亜星主演。谷中の石材店を舞台にしたこのホームドラマは、なんと平均視聴率 31.3% を記録したといいます。1996年、平成8年には NHK の連続テレビ小説、ひまわりの舞台にもなり、平成30年に谷中銀座商店街は、平日約1万人、週末約1万4000人の来訪客を集める人気商店街へと成長しました。さて、ここからは日暮里の中心でもある日暮里駅とその周辺の変遷について見ていきましょう。日暮里駅は山手線が一部開業してから間もない明治38年に開業した駅です。常磐線三河島日暮里間の開業と同時に開業しています。現在では14本の線路が並ぶ日本でも随一の密集地帯となっています。この日暮里駅、実は開業当時と現在では位置が変わったことをご存知でしょうか。こちらは明治42年の日暮里駅周辺の地図です。赤枠で表示されているのが現在の日暮里駅のおおよその位置になります。以前の駅の位置を青枠で示しています。日暮里とひらがなで書かれているのがわかりますね。この地図では左側が北になるので、当時の駅は北寄りにあったことがわかると思います。日暮里駅の東側が空白になっているので、入り口は東側にあったことが想像されます。黄色で囲った部分に郵便局の地図記号もあります。明治42年には上野から日暮里間の線路数が5本になり、明治45年には鶯谷駅が開業。日暮里から鶯谷間の電車線を複線化したことにより、日暮里駅の線路数が6本になりました。写真は大正14年の日暮里駅周辺の地図です。線路は増えましたが、明治42年の写真とあまり変わっておらず、駅の位置も同じですね。日暮里駅は1927年、昭和2年には上野から日暮里間の回送線を加えて7線化し、翌昭和3年には京浜電車の赤羽横浜間が開通しました。これが後の京浜東北線です。そして、同年に日暮里駅西口と東口を結ぶ下御院殿橋が竣工したと言われており、この橋の開通に合わせて日暮里駅の全面移転改築が行われたのではと考えられています。写真は改修工事前の下御院殿橋です。日暮里駅の北側に架かる跨線橋で老朽化のため平成4年に取り壊されましたが、歩道にはバルコニーが設置されて多くの電車を眺めることができたので、多くの鉄道ファンが集まるスポットでもありました。写真は昭和7年頃の日暮里駅周辺の地図です。青色で囲っているのが日暮里駅で、大正14年の日暮里駅とは場所が移動しているのがわかります。黄色で囲っているのが下御院殿橋です。赤い三角で表示しているのは京成電鉄の日暮里駅です。押上までだった京成電鉄が日暮里まで開通しており、下御院殿橋の北側に駅ができています。赤い三角の横にある四角い大きな建物が駅舎のようです。平地側の東口にできているのがわかります。太平洋戦争が終わると昭和31年には電車線を2本増線し、山手線と京浜東北線を分離しています。写真は昭和29年当時の日暮里駅の工事風景です。昭和30年の日暮里駅の写真です。瓦屋根の駅舎でレトロな雰囲気の車が止まっています。こちらは昭和39年頃の日暮里駅の駅前広場です。噴水が上がっているのが見えます。この噴水は舎人ライナーの建設のため、現在では撤去されています。昭和57年の日暮里駅前の写真です。写真中央部分に中国料理大三元という店名が見えます。このお店は2022年9月時点でも営業を続けている老舗の中華料理店です。同じく昭和57年頃の日暮里駅前広場の様子です。写真右側に藤屋洋菓子の看板が見えますね。日暮里駅前にあった藤屋は現在では閉店しています。現在の日暮里駅のホームは1番線と2番線が京成電鉄、3番線と4番線が常磐線、9番線から12番線ホームまでが山手線と京浜東北線となっています。つまり日暮里駅では5番線から8番線までが欠番となっていますが、実はこれらのホーム番号は撤去された東北本線、高崎線のホーム番号でした。日暮里駅は太平洋戦争後の昭和20年以降、東北本線、高崎線の中長距離列車は停車しない通過駅となりました。ホームは存在しましたが利用されてなかったのです。そして昭和52年にはついに東北本線、高崎線ホームが撤去され、その場所に上野駅までの地下トンネル出入り口が建設されました。ちなみに日暮里駅には0番線もありますが、これは京成スカイライナーの乗車ホームを2009年に増設した結果です。京成電鉄が日暮里駅の改良工事を行って、ホームが1つ増えることになりましたが、1番線から番号を付け直すと JR の番線も変更することになるので、影響が他社に広がらないように京成線の上野方面を0番線としています。さて、少し時間を遡り、日暮里駅から恐ろしいほどの U ターンを見せる常磐線の秘密を紹介します。画像は Google マップの日暮里駅から U ターンする常磐線の路線を赤線で示したものです。大きく U ターンして三河島駅に向かっているのがわかります。なぜこんなに急カーブになっているのか不思議に思っている人も少なくないはず。常磐線が大きく曲がっている理由は、常磐線はもともと山手線、京浜東北線が通る田端が起点であり、上野に接続するために大きく U ターンする必要があったからです。明治期において茨城県から福島県にかけて大規模な炭鉱開発が行われていました。そこで日本初の民営鉄道会社日本鉄道はこの常磐炭田で産出された石炭を東京や横浜に供給するための鉄道を作ることにしたのです。そして明治29年から明治31年にかけて田端駅から常磐炭田を通過して仙台に到着する鉄道が整備され、常磐線となりました。その一方で東京と仙台を常磐線経由で結ぶ列車も常磐線が整備された当時から運行されていました。ただ、旅客列車の東京側のターミナル駅は東北本線と同じ上野駅だったので、田端駅でスイッチバック、つまり進行方向を変える必要がありました。この状況を何とかするために、日本鉄道は明治38年、上野から水戸方面まで方向を変える必要のない短絡線を現在の日暮里・三河島間に整備しました。すでにあった線路に後付けする形で整備したので、今のような急なカーブになったのです。現在でも三河島と田端を結ぶ昔の常磐線の線路は残り、貨物専用線として使われています。この日暮里駅でかつて大変残念な事故が起きています。利用客6名が亡くなり、7名が重軽傷を負った日暮里駅構内乗客転落事故です。写真は当時の事故を報じた朝日新聞の記事です。日暮里駅通勤時の3時と大きく見出しがついています。この事故は昭和27年6月18日7時45分に日暮里駅構内の南跨線橋の10番線に面した羽目板が利用客の重さに耐えられなくなって壊れてしまい、数十人が7メートル下の線路に転落したというものです。そして運悪く、落下時に通った京浜東北線の浦和行き電車にはねられてしまい、死者が出てしまいました。写真は、事故後に遺体を搬出している様子を写したものです。写真の上の方に×印が書かれている部分から、人が落下したと言われています。事故の原因は2つ。1つ目は、壊れた羽目板の部分は近い将来延長工事をする予定だったので、補強されていなかったということ。そしてもう1つは、事故当日に上野駅構内で信号所に火災が発生して、東北本線の上り列車が日暮里に止まっていたこと。さらに、京浜東北線の列車がトラブルで運行を中止したことで、多くの利用客で混雑していたのが理由です。事故から約2年後の昭和29年には、この事故の原因の一つだった混雑を解消するために、谷中墓地下の崖を削り取って、11、12番線ホームを新設する工事が始まっています。そんな日暮里駅ですが、2008年、平成20年に日暮里・舎人ライナーが開通、日暮里駅から見沼台親水公園駅間の 9.7km を約20分で結ぶようになりました。舎人ライナーの舎人は、もともと天皇や皇族など身分の高い人に仕える人のことを指し、一般公募で名前が募集されて付けられました。当初は地下鉄7号線の一部として計画されていましたが、コスト面で高架による新交通システムを取ることになりました。1972年、昭和47年には計画が浮上したものの、財政上の理由により工事のスタートが大幅に遅れ、25年後の1997年、平成9年にようやく工事が始まります。さらに、荒川区の用地買収などに時間がかかり、開業も2回延期されるなど、紆余曲折あってやっと運行が開始された路線でした。故障や脱輪が少なくないので、よく停車するとも言われています。令和3年10月7日の夜には、最大震度5強の地震で脱輪し、乗客3名が負傷した事故も起こりました。復旧までに丸3日を要し、11日の始発から運転が再開されました。さて、ここからは西日暮里とその周辺の変遷を見ていきましょう。西日暮里駅は昭和46年4月20日に開業した山手線で2番目に新しい駅です。令和2年に高輪ゲートウェイ駅が開業するまでは一番新しい駅であり、当時の西日暮里駅では2番目じゃダメなんでしょうかという自虐的なポスターが掲示され、話題を呼んだこともあります。西日暮里駅はもともと高度経済成長期に年を経るごとに激増する通勤通学客に対応するために、国鉄が輸送力を強化する目的で設置した駅です。後から設置されたこともあり、日暮里駅から500メートル、田端駅から800メートルと非常に近いところに位置しており、ホームから両方の駅が見えます。この西日暮里駅、西という名前がついているのに、実は日暮里との位置関係で言うと北側にあります。日暮里駅の西ではなく北側にある駅が西日暮里という駅名になった理由には、現在の西日暮里駅が開業する2年前、昭和44年にはすでに地下鉄千代田線の西日暮里駅が開業していたのです。この地下鉄の駅に名称を合わせる形で、そのまま西日暮里という駅名が採用されたのでした。また、西日暮里駅ができる前、昭和の初め頃には、わずか9年しか存在しなかった幻の駅がありました。それが、京成電鉄の道灌山通駅です。場所は、現在の西日暮里5丁目交差点のあたりで、道灌山通にかかった第5橋梁の地点と言われています。赤い丸で囲んだ部分は、現在、西日暮里駅があるところです。当時は何もありません。写真は、昭和13年当時の道灌山通駅です。赤い丸で囲んだ部分に、右から左へひらがなで、道灌山、漢字で道灌山通りと書かれているのがわかります。この道灌山通駅は昭和9年にできた駅ですが、9年後の昭和18年に廃止されました。その理由は、日暮里駅から徒歩圏内だったため、不要不急駅とされ、休止になったと言われています。JR 西日暮里駅の西側には非常に高い切通しがあり、ここを道灌山通りが通っています。崖の上、北側には開成学園の校舎グラウンドが、南側には西日暮里公園、そして諏訪神社があります。この高台に室町時代の武将、太田道灌の出城があり、この名前をとって道灌山と名付けられたと言われています。さて、この動画の最後のセクションとなります。江戸時代の西日暮里で起きた59人もの女中が関わって罪を犯した大奥の歴史に残る大事件について紹介し、この動画を終わりたいと思います。事件の舞台になったのは、西日暮里に創建された日蓮宗の寺院、円明院です。このお寺は、江戸幕府三代将軍、徳川家光の側室、お楽の方の安産を祈祷して効能があったと言われています。そこから100年が過ぎた1796年に、日順という32歳の男が住職になった途端、女性が群れをなして訪れる人気のお寺になりました。画像の左手にいる坊主が日順です。その理由は、日順が圧倒的な美男であったことと、うっとりするような美声の持ち主だったことにあります。日順の説教や祈祷を受けたいと願う一般の女性が参拝するだけでなく、外出制限のある大奥や大名の奥女中が訪れて、夜通し祈祷を受けることもあったそうです。異様とも言える人気を怪しんだ寺社奉行の一人、脇坂安忠は、家臣の妹おなぎを潜り込ませて様子を見ることにしました。すると日順は、おなぎの美貌と豊満な体に魅了されてしまいます。おなぎは潜入を繰り返す中で、日順が持っていた奥女中らの手紙やお金の動きを記した書類などの秘密をつかみ、寺社奉行の脇坂に伝えます。そして1803年5月のある日の未明に円明院に押し入り、祈祷中の日順や坊主20人余りの女性を捕らえました。大奥が絡むと真相は闇に葬られることも少なくないのですが、円明院事件は町人の女性も多かったので、裁判記録が残ったと言われています。日順には59人の女性との密通、僧侶の犯罪は島流しになるのが一般的でしたが、罪の重さから死罪になっています。さらに、円明院に通っていた12人の奥女中は、大奥から追放され、潜入捜査を行ったおなぎも、裁きが出る前に自害しました。さて、今回の西日暮里の動画、いかがだったでしょうか。駅前の再開発で商業施設や駅中の施設も豊富になり、新しさと歴史が織り交ざった街へと変化を遂げている街、日暮里。駄菓子問屋街があった場所は高層マンションへ変わりました。他にも古くからある戸建ての家々は、住人らの高齢化によりどんどんマンションに建て替えられています。今後も人や街は変化していくことでしょう。日暮里の発展について今後も注目していきたいと思います。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。Twitter で更新情報、制作裏話を時々つぶやいていますので、フォローをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。